はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価、お願いします、えー。今回は東京都の総務部の正社員、19年目、44歳の方の給与明細です。仕事内容は、総務課に所属し、以下の業務を担当しています、えー。株主総会の運営、確定給付企業年金の資産運用及び退職金給付、費用の計算、給与計算、社会保険、労働保険の手続き、 IR など広報物の作成。必要な資格やスキルは、会社法、労働法などの法律に関する知識が必要となります。そのため、衛生管理者や社会保険労務士、募、え、金、ー、の資格取得が望まれます、えー。勤務時間が1日7時間30分で、残業は平均2時間。収入が月収54万、年収850万、ボーナス195万、えー。総務で働きたい方のアドバイスとしては、 総務課の事務は幅広く担当することが多いです事務作業をこなす上で大切なのは法律の知識と社内の人間関係構築力だと思います好き嫌いなく何でもやってみようという気持ちがある方に向いていると思いますまた仕事で得た知識と経験はプライベートでも生かされますまたプライベートでの経験や知識も仕事で生かされていきますそこを楽しめる方に向いていると思います でえー、給与明細です。えー、固定給で51万3000円、在宅勤務手当1,300円、在計で奨励金1万円、通勤手当1万6,500円、サッと手当5000円、えー、総支給が54万5,800円、そこから控除が引かれて、手取りが39万2,932円となっています。 えー、今回は東京都の総務課で働く方の給与明細でした。えー、まあ、かなり、えー、基本給、固定給高くて魅力的な給与明細です。で、まあ、事務、総務の仕事なんですけど、まあ、やっぱり長く働くことと、えー、まあ、経験、知識っていうのがあれば、えー、これだけもらえることがわかります。えーまあ あれですね、大きい企業の、えー、事務とか総務に入ることが、えー、最低条件かなって思いました。今回はこれで終わります。